はい、山寺です、今ですね博多の、駅のね地下に来ております。なんかね朝からご飯食べれるとこが結構あって、ここね喜水丸っていうのかな、喜水丸さんですね。ここのなんかね定食、朝定食ってこれ今のちょうどね電光掲示板が出てるんですけど、明太子ご飯味噌汁食べ放題580円ですよ。これすごいいいと思いません？山寺はもう朝の生卵定食食べようかなと思うんですけど、刺身定食なんかもあるんですよね。とりあえずこの喜水丸さんに入ってみて食べたいと思います。今から朝ごはんします。なんかちょっとね朝ごはんにお腹減ったんで、博多駅の、地下にあるね一番街っていうところ歩いてたら、なんかね魅力的なあのお店が発見したんですよ。朝の定食がね7時半から10時半まであるんですけど、これなんとね580円でね、まあ、生玉定食とか納豆定食でしょ、あとこのめかぶ定食とか、まだ豪快にこのさ、いや、塩サバ定食とかあるんですけど、裏にもあるんですよ実はね。で裏にもあるんですけど、これ裏はねちょっとね朝から豪快すぎるんですけど、例えば朝の刺身定食とかね、で海鮮汁定食で、うわこれもなんか魅力的で、だし茶漬け定食にうなぎのだし茶漬け定食なんかで、これなんとね全てこれ明太子は食べ放題なんですよ。もちろん、ご飯味噌汁のおかわりが自由ですよ。これどうですか。で山寺は生卵、朝の生卵定食にしました。明太子が魅力的でしょ。卵定食ね、もう生卵ちょっと割っちゃいました、割っちゃいました、もうカラコンになって思って失敗で、これ明太子食べ放題でしょ、漬物も食べ放題、小鉢に豆腐に味噌汁にご飯、最高でしょこれ。言うことナッシング。こちらね、かけ醤油です。これでね、卵かけご飯したら美味しいんやろね。こんな感じで、ちょっと明太子はね、横にのけときますわ。ね、でこれ。せやけど、やっぱりね、これ一発目はね、やっぱり明太子とね、ご飯食べたいですよ。ね、で、ちょっと豆腐にもねちょっとお醤油かけますわ。よし、明太子食べよう。明太子これ明太子食べ放題です。ご飯の上にのせてね、これもほんまにあかんやつやな、めちゃくちゃ美味しいやつや、絶対間違いないわ。味噌汁も飲んでみます。美味しい味噌汁も美味しいです。最高。次ね、これ高菜かな、高菜やね、これ高菜いただきますわ。でまた明太子ねプラスアルファしますよ。こんな朝からね豪華な食べ物を食べていいんでしょうかね。明太子贅沢してます。うまっ。高菜もまた美味しいよこれ。でここねご飯がめっちゃくちゃつやつや、お豆腐も食べますよ。
どのタイミングで卵かけご飯しようかな思ってるけど、もう一杯、もう一膳だけ軽くご飯をお返します。うん、うまい。お米がね、めちゃくちゃ美味しいね、これ甘みがある。うん、やっぱね、ご飯一粒一粒に甘みがあって美味しい。うん、次ですね、2膳目はね、卵かけご飯にします。うわ、卵かけご飯うまそう。ちょっとね、ご飯の量に対して卵多かったかもしれませんけど、ちょっとね、贅沢にいきたいと思いますんでね。山寺は卵かけご飯 の、 あの卵、溶き卵の中に一応ね、醤油入れるんですけど、ちょっとさらにね、ここにね、一滴二滴ちょっと入れたいんですよ。こんな感じで一滴ちゃうやんけと思うんですけどね。で、こんな感じでちょっと食べてみたいと思います。これね、絶対美味しいやつ。うん、美味しい。うん、で、普段ではしないことをします。この卵かけご飯の上に明太子を乗せていただきたいと思います。うわ、もう贅沢の極みですね、これ。カレーまそうや。もうこれ絶対明太子と一緒に食べたらうまいね。うん、おいしい。うん、いつもの卵かけご飯がすっごい豪華な卵かけご飯になりました、明太子で。あ、おいしいわ。うん、意外とね、なんか辛さ控えめの明太子ですよ、これ。でもね、卵かけご飯と明太子って合うわ。うん、やばい。本当は味噌汁もおかわりできるんですけど、もうノックアウトします。今ですね、卵かけね、生卵定食が食べてきて、めちゃくちゃ美味しかった。明太子美味しかった。うん、でね、卵かけご飯の、ね、上に普段はしない明太子を乗せて食べましたけども、すごい贅沢な食べ方しましたよ。で、580円安いなと思いましたね。ご飯もね、1回おかわりしまして、味噌汁もね、おかわりしようかなと思ったけど、お腹いっぱいだったらちょっとね、断念しましたけども、いつもですね、山では YouTube 見ていただいている視聴者の方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。もうお腹いっぱいです。